はい、じゃあよろしくお願いします。一緒に書いてください。いいですか、これちょっと書いてますね。ここの符号を そして2020年7月7日に登録者100万人を達成することができました。この10年間でいくつかの夢を叶えさせてもらいました。例えば本を出させてもらったりとか、情熱大陸に出させてもらったりとか、で最近で言うと、曲を作ってプロモーションビデオを作ってもらったことです。私はいじめを受けてた期間に歌にすごく救われた人間でした。だからいつか自分が制作に関わることができた歌でみんなを応援したりとか、みんなの背中を押す、それをしたいってずっと思ってて、それが今年の頭に叶えることができました。俺ものすごい飽き性なんですね。で同じことを継続して続けることが昔から全くできなくって、でそれがすごい学生時代からコンプレックスだったんですよ。周りではね、こう部活に打ち込んでる子とかもいるわけなんで、でそんなね自分がこうやって10年間同じことをねコツコツ続けてこれることができたのは本当皆さんのおかげです。みんながコメントくれたりとか、生放送遊びに来てくれたりとか、ツイッターでリプくれたりとか、1年目全くもらうことがなんかねできなかった、こうやってあったかいコメントをみんながくれると、あ自分の活動間違ってなかったんだなって、自分が誰かの役に立ててるんだなってそう思わせてくれたから、こうやって続けてこれることができました。本当にありがとうございました。11年目になっても特にやることは変わらないです。配置も特に変わらないです。でただ年齢も年齢なので、どこまで続けられるかって言ったら正直不安はあります。もう37ですからね。ですけど、自分の中ではやっぱり教育っていう、勉強っていう部分ってやっぱり嫌がる子供が多い。でその部分で子供たちが笑顔の瞬間を作る手助けをすると、勉強分かったら楽しいじゃないですか。授業が分かったら分かんないよりも楽しいじゃないですか。テストの得点上がったらお父さんとかお母さんとかね、先生に褒められたら嬉しいじゃないですか。そういったちっちゃい成功体験、ちっちゃい嬉しいポイントを生み出すためにサポートできるように、これからもねこの活動頑張っていきますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。ということで、ここまでねお付き合いいただきありがとうございました。今日も夜生放送ありますんでね、よかったらそちらも遊びに来てください。それでは11年目の配置もどうぞよろしくお願いいたします。